どうもこんにちは、ギャラクシックスの加藤です。ずっと失敗ばっかり繰り返し、なかなか成功までたどり着けない、そんな経営者ですが、書籍を通じて何か社会貢献できないか、そんなことを考えている出版社を運営しています。紙一重だった倒産からの業績回復というものを経験してみて、どうせやったらこの失敗談とか、僕も経営者の目線として、こうすればもっと仕事うまくいくとか、こうすればもっと楽に生きれるよ、そんなお話を配信させてもらってます。ビジネスの楽しさっていうものを知ってもらって、誰かの勇気につながればと思っております。チャンネル登録、高評価ボタンお願いいたします。ということで、今日のテーマはこちら、欲しい仲間を簡単に手に入れる方法というお話をしようかなというふうに思います。どうですか皆さん、仲間集めってどんな感じでされてますか？例えば採用とかもそうなのかな、仕事で置いてやったらとかやけど、どんな感じでされてるかなと思います。で、これ実はめちゃめちゃ簡単な方法というか考え方があるので、ちょっと以前こんなツイートをさせてもらいました。仲間が欲しい人に朗報です。類は友を呼ぶって本当です。熱い人には熱い人が集まって、熱い集団になって、熱い事業や会社を作っていきます。他者とか一切関係なく、熱い人には熱い人が集まります。言い換えれば、ダサい人にはダサい人しか集まらないみたいです。類は友を呼ぶって本当です。というツイートをさせてもらいました。これ答えを言うと、集めたい仲間の理想像ってあるじゃないですか。それを自分がするってことです。それこそこのツイート通りに、熱い人欲しいなと思ったら、まず自分が熱い人間にならないと熱いメンバーは集まらないんですよ。僕が知ってる会社さんがね、ほんまにその熱いという表現がいいか分かる、もう情熱がある、仕事に対して情熱があるっていう会社さんがあるんですよ。そこのね、メンバーがね、みんな同じ均等に熱いんですよ。だから次の採用される方は、またその均等に合わされるように熱い人が集まってくる。熱い人が採用されていく。で、この熱さがまた上がればみんなが上がっていくみたいな。どん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 それでコミュニティがでかくなっていく。組織が大きくなっていくっていうのを見てたんですよ。これはすごいなと思った時に、やっぱりこう集めたい仲間、自分の理想像っていうものをまず自分が体感しないと、そんな人は寄ってこうへんなと思います。じゃあ、周りでちょっと思い浮かべてほしいんですけど、マジでこいつないわっていうやつの周りはないやつしかおれへんと思う。これないって言ったらすごい表現悪いけども、イケてないやつにはイケてないやつって言われるのも、僕言われてきたんですよ、今まで。それイケてない、イケてないって昔ね、言われてきたけど、なんかイケてないなりにはすごい良かったんやけども、でも自分が別にそれでいいんやったらそれでいいんだけど、自分が欲しい仲間の理想をちょっと自分が叶えて、例えば僕がおもろいやつ欲しいな思ったら、ある程度僕もおもろなかったらおもろいやつなんか寄ってきひんしね。なんかその感覚ってすごいあるなと思っているから、類は友を呼ぶっていうのは本当よくできた言葉やなっていうのを最近になって改めて思いました。だから僕は仲間を集めたいなって思った時は、まずその理想の仲間をイメージして、そのイメージの通りのやつが欲しかったら、仲間に欲しかったら、僕がまずそれを体感する、自分が体感するっていうことをすれば、割とね、簡単にという表現がいいか分からんけども、やっぱ集まってきます。これはね、すごく大事かなと思ったりするので、やっぱりね、これ自分がないものだけを求めようなんだ、難しいし、一時的に集まったとしてもすぐ解散してる。なんかそれはね、すごくね、周りを見ていて思ったりするので、なんかやっぱりまず自分がなりたい、ならなあかんっていうのを理解した方がいいのかな。そうすることによって人は集まってくる、その理想の方々が集まってくるっていう組織や集団になるかなというふうに思います。ほんと他者とか一切関係なく、もう別に何の利害関係なくても、こういうコミュニティ欲しいなと思ったら、そういうコミュニティの真ん中に立てるぐらいの自分が気持ちになって、自分が体感しながら体現しないといけないのかなというふうに思ったりもしてます。ぜひ参考にしていただければなというふうに思います。ということで、ギャラクシーブックスの加藤でした。また。